さて今日もしっかり頑張っていきましょう今回はですね説問形式になれるという形の第一弾正常問題なんですよよく見るでしょバラバラのかけらをかき集めて正しい形に戻すんです世間には非常に混乱した話しぶりをする人ってたくさんいるんですよそういう場面みんなも経験があるでしょう つまりね慌ててるのか言いたいことがこんなにいっぱいあるのかその人の話の順序がバラバラなんですよだけど落ち着いて聞いて多少苛立ちながらもね要はこういうこと言いたいんだろうなって分かるでしょうその時何を武器にしますかまず最初に論理ロジックの力です2つ目はねそれよりももう少し大きなサイズの理解してやろうという気持ちなのかもしれません正常問題どうやってやるのかこれにはやっぱりコツがあるんですよこう考えてみましょう ささてててこちらを見てみてくださいまず、5つばかり文が並んでいるとします、これは大きな単位で段落が並んでいる場合もあります、1文の場合もある、それはケースバイケースなので現場で判断してください、まず僕たちがどこに注目すると解きやすいのかといいますと指示語か接続なんですよ。 特に文の冒頭に出てくる言葉には要注意です。例えば A だって B だって C を飛ばして D だって E だって指示語接続語がたくさん並んでいたとします。ということはね、その言葉の前に何かあったってことでしょこれ見るだけでわかると思いますけど、基本的にはね、何から始まるのか、どの文からこの正常問題が完成するのか、一番最初の第一歩目がここから始まるってことがね、即時に判断できたりします。次にどこに注目するのかというと、 文の中にある、ね、名詞なんですよ例えば熟語とか外来語とかねこれそこを見て何が分かるんだというと前後の話の話運びが組み立てられるようになります具体的にやるとねよく分かると思いますがまずこういったところに注目するということはしといてくださいで3つ目これが意外と大事なんですけどグループを作ってください何言ってるのかと言いますと例えば C から始まって B それから D つまり答えとして CBD のところまで分かる でもここから先は分かんないで A から E につながる流れも見えてるその場合は A から E の流れも見えてるこのねグループを2つくるんですよ一度に全部正常完成させようとすると実はねものすごく難しいんですでもできるグループだけ作っておいて後で貫く困難は分割せよと言いますいっぺんにやろうとするとうまくいかないこともこうして細切れにするとすんなりできたりもするんですよ じゃ、あ問題演習見てみましょう。では、こちらの問題です。一二三、三つ分が並んでます。で、どこに注目するのかと言いますと、今言いましたように、冒頭ないし。半ばに出てくる指示語か接続語なんですよ。で、これ、今回の場合は、一番のこの一方。 だけしかそれに類するものはありませんそこで一方という点によく注目してくださいこれはね何か先に主張があってそれと対比型で比べる形で一方こちらはと二つ並んでるんですよねでこの一方の後ろを見てみると父は早稲田を進めるって書いてありますってことはねおそらく最初に来るのはこの二番の私は早稲田より慶応が好きだこれ言った後にところが一方父は早稲田の方を進めるんだと ここう続くことが想像できますよね最終的に3番の選択肢いろいろ考えた結果って書いてあるのでそうした思考性趣味好みの問題をいろいろ議論してでいろいろ考えた結果父にはあるいはやはり敬を選ぶことにしたという最終的な結論結末へと導かれています。ということはね今回の場合は2から始まってこれと比べて1がやってきてで最後に自分はどうしたのかというと。 慶応を選んだというこの流れが出来上がることになりますよね。これ二一三が正解となります。もしかしてね、今これ聞いてるみんなはね、え、なんで慶応そんな選ぶフェな問題作るのと思うかもしれませんが、これね慶応大学の過去問から抜粋した問題だからなんですよ。 ででは次のの問題ですこちらら文章を見てください1から6まででで並んんままますどんな順序で政治を立てましょうか、ま、ず最初に注目すべきところっていうのはそれぞれの文の中にある指示語か接続表現なんですよ例えば1本目ビザは前もってうんたらかんたらとありますけれどもこれね指示語と接続語がちょっと見えにくい一旦飛ばします2見てください訪問先国によってはここ注目です これに加えてビザがないとって話があるのでビザの話の前に何かがいるんだよってこう先行する話の後にこの2が来てるんじゃないかという予想がつきますよね次3の選択肢です後者はともかく前者である場合を想定してって書いてあるのでこの後者前者つまりね先行する話題の中に2つ対比なり並立された論点が並んでいて先に述べられた方前者 後に説明された方向じゃってわけですから間違いなくこの直前に2つ話題が並んでるようなお話が先行していたはずですよねで、これもチェックしておきます4の選択肢冒頭ただこれはね間違いなく補足説明の位置づけなのでやっぱり直前に何か言い切った後 ただこんなこともあるんだよって言って例外の場面を補足説明したというこういう形だと予測してさらに先行きます5の選択肢には直接チェックするべきところがありません6見てくださいすなわちって書いてあるのでこれ目の前で言ったことを言い換えたり言い直したり詳しく説明し返したりねそういう説と表現だと予測してこの文をもう1回見てみるとチェックのついてないものが1と5だけなんですよで その後名刺訳に注目するんでしたよねで名刺訳を見てみると5海外旅行に行くときには必ずここ注目ですパスポートが必要でこれなくば日本から出られないぞって言ってますよねでそのパスポートがいるって言った後にこれに加えてのにこれに加えてビザがないと入国が認められない場合もあるって言ったんですよねでビザの話が出てきたから今度はそれが具体化 より詳しくしく転換ていきますつまり1に取りますビザというものは前もって訪問先国の在外領事部などで取っておくのが原則だから入国にはビザが必要かどうか在日領事部などで確認しておこうって話にいってるわけですつまりこの流れ5からですね次に2に行きまして2の選択肢から1に行くとつまりこれがどうやら一塊のグループとして固定化。 確定でできそうですよよねままだまだだかんないんだよ未確定な部分はあるんだけどこの形でグループができそうだと思いながら先読んでいきますで残ったところを見てください例えば3「後者は前者は」って書いてあるので2つ話題が並んでる選択肢が直前にあったはずですで読んでいきますと6の選択肢ねすなわち在日領事部では不要いらないって言われても現地で要求される場合もありこれ1個目でしょでその逆の逆場合もあるこれ まあ逆の場合としか言ってないけど2つの論点がこうして並んでますよねだから6の後に後者はともかく前者の場合は在日露辞めつまりね日本でいらないと言われて現地で入国できずに困る場合の話ですからやっぱり念のためにね不要と言われても取得しておく慎重な人もいるってつながるわけだよ。そう考えると6の後ろに3が来てるとちょうど座りがいい形になります。 で残った選択肢これ4ですよね4の落ち着き先なんですけれどもこれ補足説明ですただ在日領事部やっぱり在日領事部って言葉が単語として表れてるってことは大体つながりがこうなりそうだと予想できませんかつまりビザというものがいるかどうか在日領事部などのホームページで確認しておこうと言った後にただ在日領事部の見解と行った先の国の見解が違うこともある注意が必要だぞって言ったんですよね。 行った先ととと見解が違うといういことはつまりすなわちどういうことかというと A のパターンと B のパターン2つあるよと言って後者はともかく前者が起こると大変だから念のためにビザを取っとく人もいるんだこの流れとなります。ということはね4はどこに挟まるのかというとこの形にならざるを得ませんつまり正解は521463の形になったでしょうか。 ではこ,これもねかなり文章長いですけどねまず冒頭に出てくる指示語とか接続語,語、まあ、中盤でもいいんですけどねその辺りをよく注目してチェックしておいてください見てみますと「1」の冒頭に「結局」って書いてあります。 結局 B 社 C 社のショップに足を運ぶことになり1日が携帯電話探しで潰れてしまったって書いてあるんですが結局って書いてあるってことはねいろいろのことの点末が直前に説明された後最後の最後でこうなりましたという形で落ち着く先の結末だということですよねまあ終わりに来そうだなって予想ぐらいはできると思います2にはなかなかその指示語ありませんがその店でって書いてあるのでまあ携帯電話ショップの足 彼が訪れてその店で何があったこんなことがあったって話がこれ2だという考え方ができます。3番目というわけで4番目ところがで5この年になって6しかし。 こんな風にして、指示語にチェックしていきますと、どこから始まるのかという予測がだいたいつくんですよ。ただし今回の問題はね、少し難しくて、まずね、残った選択肢2と7を見てみてください。2番、携帯電話初心者の私がその店でまず驚いたのはって書いてあるので、これその店の話が先行してるはずですよね。冒頭に来る一文とは読めないわけです。じゃあ7番なのかってことを見てみると、携帯電話を使っている人たちが聞はそんな、 ことはお笑い草だろうがって書いてあるってことはこれも冒頭に来ないんですよさて困ったどうしましょうか次に名刺表現に注目します一番最初に見てもらいたいのはおそらくねこれ8番これまでどこにいても捕まってしまうのが煩わしいと20年余り抵抗を続けてきた と言った後に、しかし、家族と会社から連絡ができなく困ると、さざん苦情言われ、やむなくの決定に至った次第である。つまり、携帯電話を買うことにしたという。一番最初の冒頭の話が、八から六に流れていると予測できます。で、一つ気になるのがね、五なんですよ。 この年になってのこのっていうのはね指示語として働いてはいますけれどもこれ文の関連性の中でではなくて筆者自身がこの私の今の年ということを指示しているだけなのでこれ冒頭に来ることができるんですよね例えばこの年になってようやく携帯電話を持つことに決めたって言った後になんでかって言ったらこれまで抵抗を続けてきたんだけど家族に散々言われてここ注目ですやむなくの決定に至った次第であるつまりね 事の事情と内実を後から詳しく説明して実はかッかくしかしかこういうことだったんですよっていう種明かしをしてるわけですから答えとしてはねこれね「5携帯電話を買うことにした」。 今までは抵抗してきたでも家族に言われてやむなく持つに至ったそういうことなんですよと冒頭に携帯電話を買うことにした話がまず来るわけです。そして名刺表現に注目するとどういう話の運びであるのかっていうのがゆるゆるとあぶり出されて見えてくるんですよね。ここの5 8 6これを切っておきます でその上でところがというわけでどれにくるのかといったらおそらく、ねこれ、というわけで事の事情と天末を説明していますからこの言葉が馴染みやすいという感覚ありませんか実際読んでみると決めた以上前は急げさっさと買ってしまおう10分で片付くと考え早速合間に携帯電話会社 A のショップに行ってみたつまり、ね、ここからおそらくは携帯電話ショップに足を運んだ3がやってきます。 次に注目してもらいたいのが7番です。携帯電話を使っている人たちが聞けばそんなことはお笑い草だろうが私には新鮮な驚きって書いてあるのでおそらくこのそんな人に笑われるようなそんなことの話が直前にあったはずなんですよ。でこれ話題として見てみるとねこれ2の選択肢に注目です。携帯電話初心者の私がその店でこれ A 店に行ったって言った後ですからその店でと指示語で受けることできるんでしょう。でまず驚いたのは機能からデザインまで選択肢があまりにもたくさんあることだった。 たくさん選択肢があることに驚いたって言った後に7番携帯電話を使っている人たちが来ばそんなことはお笑い草だろうしかししばらく品揃えの豊富さに呆然たる状態に陥ったうまく話がつながりますよねだから7番と2番はこれ非常につながりがいいんですよねここで1個のグループができるってことですどうつながるのか分かりませんよ3の後にそのまま2に来る場合もありますというかこうやって切っていきますで4番見てください ところがややたっと落ち着いてみるとそれだけ選択肢が多いにもかかわらずって書いてあるので選択肢が多い話が先行した後にこの4の選択肢につながらないといけません。ということはねこれ2と7番でたくさんある携帯電話に迷ってる彼の姿が描かれ次に落ち着いて見てみると。 懲り性の性分が出てしまいどうにも気に入ったデザインのものが見つからないという次の話として用意されているはずなので7番の先に4が来ないといとけませんさてこうやってチェックを入れていきますと残った1番結局 B 社 C 社も回って1日が携帯電話探して潰れてしまいましたとさという結論が最後の1に待ってると考えられますのでこれ順序見にくいかもしれませんけど5863。 でこの後そのまま繋がって2741 58632741の形で回答が決着付けられるこういう話でしたさて今日の要点です正常問題っていうのはね非常に大掛かりな動きをするんですよでも答えを出すのに僕たちがどこに注目するのかというとねめちゃくちゃ細かいところなんですよね神は細部に宿るという格言を知ってますか。僕らね常に大きなことをやろうとして 実はね小さなことを積み上げていかないとそれが完成しないという矛盾のさなかに生きてます正常問題解くきに注意する点はたった1点細部にこだわれお疲れさまでした。